ャンプ1週間経ちましたけれども、今どういうふうにキャンプ過ごされてますでしょうか。そうですね、まず実戦に向けて仕上げているというところですけど、今日はブルペンにも入られましたけれども、感触としてはいかがでしょうか。まだ全然自分の投げたい球が投げられてないので、これからどんどん状態を上げていかないといけないなっていう感じでした。今新しいフォームが試されているということですけれども、その狙いっていうのはどういったところにあるんでしょうか。昨シーズン自分が投げている球が物足りないっていう感じがあったので、もっと強いストレートを投げたいと思ってちょっと変えてますね。今回、今日で2回目のブルペンになったと思うんですけど、そのフォームをどれくらい仕上がっているかというのはどうですか。まだ全然自分でもしっくりきてないので、まだ 30% ぐらいですかね、はい、そのフォームは、ひねりっていうのを加えてたと思うんですけど、はい、そこはでも球威を増していきたいという、そういう思いがあるそうですね。ストレートの強さを出したいというところで上半身のひねりを加えてちょっと今試しているところです。今年で11年目になると思うんですけども、はい、ストレートの質っていうのはどうですか。こう11年、35歳というところですけども、はい、ご自身としてはどういう感触を。そうですね、本当に自分の良かった時はまっすぐを、なんていうんですか、迷いなく投げれてたというか、まっすぐを狙われてもしっかり捉えられないっていう自信があったんですけど、昨シーズンちょっとそれがなくなってしまったので、もう一度自信を持ってストレートを投げられるようにっていう今はテーマを持ってやってます。かなりフォームを変えるっていうのはかなりこう勇気がいることだと思うんですけど、昨シーズンが本当に自分の中で一番良くなかったので、やっぱり同じようにやっていてはダメだっていうふうに思ったので、ここはもう勇気を持って大きく変える時だと自分の中では思いました。抑えにはディクソン投手もいらっしゃいますけども、そこは意識される部分はありますでしょうか。そうですね、リリーフでやりたいっていうところがあって、それをやるからには一番後ろできるように目指してやっていくのが当然だと思うので、そこは目指しながら自分を高めていきたいなとは思います。ディクソン投手というか存在としてはライバルというような姿勢になりますか。はい、改めて今シーズンの意気込みを、抑えにかけていく意気込みっていうのを改めて思われているかと思います。はい、そうですね、先発ピッチャーはすごく、いい成績を残してたので、それをちゃんと勝ちにつなげられるようにリリーフ陣も頑張っていかないといけないと思うので、その一枚として、開幕から最後まで一軍で戦えるように頑張っていきたいと思います。通算200セーブというところも抑えとしてはあると思います、はい、今の気を見てはいかがでしょうか。そうですね、150セーブを達成した時から次は200だっていうふうに自分では思っていたので、少しでも近づけるように今シーズンも頑張りたいと思います。やろう、できるよ、できるやろ、できる。 Why the coach pan so tight? やばい、言われた。はい。
カレー。